どうも、花です。今日も台所詰まりやっていきます。まずはね、いつも通り通水確認からやっていきます。水をね、流すとすぐ上がってきちゃいますね。でね、水の引け具合はまあまあ流れてる感じで、コポコポ音もありますね。お椀をね、外した状態でも水の流れを確認してみましょう。お椀をね、外してもね、水が上がってくるってことは、まあダブルトラップではなければね、蛇腹ホースも結構汚れてるんじゃないかなっていうところですね。台所下の状況は排水トラップがあって、蛇腹ホースで、でね、床に排水管が立ち上がってっていう感じですね。いつも通りね、すっぽ抜け防止でテープ巻きはこちらの方でやっております。外マスの状況ですね。結構油がついてますね。外から引っ張ってやりたいと思います。カメラはね、さっき見た排水マスの下手側に設置をして、今ね、さっき見た排水マスの中を水だけで洗ってるっていう感じですね。水だけで洗ってもね、結構汚れた水がじゃんじゃん流れてきてますね。さっきもね、デロデロした大きい塊がゴロンって流れてきましたね。ってなるとね、蛇腹ホースだけじゃなくてもね、排水管側も結構このデロデロ系で汚れてるんじゃないかなっていう予想ですね。すげえな、めっちゃデロデロ系が出てきた。深いから、これをつけかのつまりだね、今日は。じゃあね、カメラも1個下の排水マスのところにセッティングして高圧洗浄をかけていきますね。さっきね、バルブで出した水だけであれだけね、デロデロした油が流れてきたってことはね、高圧洗浄入れればね、さっきの何倍ものね、デロデロした油が出てくるんじゃないかなっていうところですよね。この手のね、このデロデロした油ってね、施工者からするとね、ものすごく簡単に落ちる油汚れなんですよね。高圧洗浄をね、こう油に対して当てるとね、すぐこう粉々になってくれるので、いつものね、あの固形のでっかい油とかに比べると、もうね、作業スピードでいうとね、もう3分の1ぐらいで清掃できちゃうんじゃないかなっていう感じですね。でね、今洗ったこのデロデロした油を清掃できたので、次はね、あの台所の蛇腹ホース下までね、ワイヤーを進めて
蛇腹ホース以外をね仕上げていくっていう感じで高圧洗浄をかけていきますね。今ね、蛇腹ホース下あたりまでね、ワイヤーが行ったので、これからワイヤーを手前にね、引っ張ってきながら油をかき出していきますね。まあね、かき出すって言ってもね、このデロデロ系の油だったら入れてくときにね、もう大半は剥がれて手前に流れてくるので、まあそこまでね、大きな油汚れは出てこないかなとは思います。予想通りね、こう排水の色がね、黄色っぽく変色した状態で流れてくるっていうよりかはね、透明な排水と一部ね、その水に乗っかって油のね、デロデロしたやつが乗っかって流れてきてるなーっていう感じですよね。デロデロ系の場合はね、だいたいこんな感じになればもうあらかた清掃は OK なので、次はね、お部屋内に行って高圧洗浄をかけていきます。あとはね、蛇腹ホースだけ清掃できてないので、もしこれで水が上がってくるようだと、うん、排水管の中もね、汚れてはいたけど水が上がってくる原因としてはメインはね、蛇腹ホース詰まりなのかなっていうところですね。蛇腹ホース詰まりならね、蛇腹ホースだけ清掃してね、お客様に引き渡せばいいんじゃないかっていう方もいらっしゃるかとは思うんですけども、まあ実際にね、あの屋外からね、高圧洗浄をかけた感じを見ていただければわかるかとは思うんですけども、蛇腹ホース詰まりでね、排水不良が起きるぐらい汚れてるってなると、まあ蛇腹ホースだけ汚れてるってことはまあなくて、配管の中も結構汚れてるんですよね。もちろんね、お客様に応じて蛇腹ホースだけね、清掃するっていうパターンもあるはあるんですけども、基本的にはね、蛇腹ホース、排水管は、まあ、ワンセットでね、清掃された方が、まず間違いないかなっていうところではありますね。一応これでね、蛇腹ホースと排水管は清掃できたっていう感じですね。この時にね、水を流してあげて、排水が上がってこないかっていうチェックと、今ね、高圧洗浄で剥がした油を外に追いやるっていうことをね、一緒にやってるっていう感じです。ここからはね、ちょっと雑談になっちゃうので、まあ飛ばしたい方はね、次の内視鏡動画まで飛ばしていただければと思うんですけども、おそらくね、9月頃に代表のね、小川さんと一緒にね、現場に行った動画が上がると思うんですよね。でね、これがね、ちょっと先に謝っときたいなっていう部分がありまして、撮影自体はね、7月の中頃というか下旬ぐらいに撮ったやつなんですけども、その時期ってね、鼻自体はね、私自体は骨折してね、もう1ヶ月間ぐらいろくに外に出てないので、暑さに対してね、めっぽう耐性ができてなかったのと、久しぶりのね、カメラマンに回ったっていう感じなので、ドギマギしてね、どうやってたっけなーなんて思いつつ撮影をしてたんですよね。でね、小川さんも小川さんでね、俺が現場に出れなかった分、小川さんの方にね、現場がね、集中しちゃってたので、作業自体はね、問題なくできてはいるんですけども、動画のね、見栄えとしてはね、2人ともね、
少し元気ねえなーなんて編集しながらちょっと思えるようなものになってしまったんですよね。2人ともね、そんなに元気がないならね、動画自体ね、ボツにしちゃいなよとかっていうね、声もあるかとは思うんですけどもね。ただね、なかなかね、こう代表と一緒に現場を行けるっていう日がね、全然作れなかったりするので、ちょっとね、お手柔らかに動画ご視聴していただければと思います。特にね、小川さんとの動画がね、そんなにアップされてないかとは思うんですけども、仲が悪いとかそういったのは全然ないので、ご心配なくっていう感じではありますね。タナはね、鼻自身でこう現場行って、一人で撮影して、で、編集してたりするとね、なかなかこう、時間が作れなかったりして、代表は代表でね、まあ、代表としてのね、やることがいっぱいあるので、このね、間で時間を作っていくっていうのは、ちょっとね、今後いろいろとすり合わせて、1本ぐらいはね、小川さんとの動画がね、作れればなーって今後は思ってます。YouTube のね、チャンネル登録者様もね、もうすぐね、10万人いくっていう感じなので、ぜひね、今後とも小川水道メンテナンスをよろしくお願いします。ありましたので、排水管の中一緒に見ていただいてもよろしいですか。蛇腹ホース入れていきますね。結構曲がりがきつくて外までは見れないかと思うんですけども、うん、はい、ちょっと見れる範囲で見ていただければなというところではありますね、はい、ここが蛇腹ホース でこれが排水管に切り替わったところで、内側が食洗機の排水なので、こっちではなくて、これですね、これが、外に向かっている排水管で、で水は結構流したので、はい、排水管って基本的になだらかな坂道になってるんですけども、それが年数が経ったりとか施工の状況によってはこう坂道になっちゃって水が溜まるような感じになってるところもあったりはするんですけども、その水が今流したので坂道になってたりするとこの管の中に水が溜まってたりするので、その辺についてもちょっと見ていただければなというところです。今のところ、ほんのちょこっとここが管の下なんですけども、水が溜まってるかなっていうぐらいで、ただそこまできつくはないので、築、はい、って大体何年ぐらい？まだ5年？5年とかなんですよ。そう。これ今後も定期的に必要になりそうですかね。ちょっと後で油見ていただければとは思うんですけども、はい、でここで一回下って、これで外に向かってるところなんですけども、今ちょっとここまでしか入らないので、はいはいはい、ただここにまでの関して油の取り残しはないので、はい、大丈夫かなというところですね。この状態ですぐ水が上がってきてた状態なんですけども、はい、今もあれだけ綺麗な状態なのでしっかり流れてくれてて、開始5秒もないぐらいで確かドワーッて上がってきちゃってて、あと止めた後もゴボゴボ音が鳴ってたので、それに関しては解消できているので、はい、今はもうほとんど新築と変わらないぐらいな綺麗さにはなっています。ありがとうございます。あるとあとはできることってなると、管自体はそこまで全然悪くはないので、はい、予防としては、こまめに油を拭き取るのと、あとは、こういったのとか、お鍋とかで、はい、水とか、60度以下のお湯を張ってあげたりとか、鍋に一回溜めてあげて、はい、その毎晩使用後とかに、流すっていうやつですか。そうです、そうです、調べたんですよ、ちょっと詰まり始めた時に、はい、なんか方法ですか。でもやっぱりそれでも解消できなくて、はい、ちょっともうじゃダメだなと思って今回話したんですけど、そうですね、そうですね、どうしても詰まり始めちゃうと管の自体に汚れがもう付着しちゃってる状態なので、詰まり始める前から予防としてやっていただけたりすると全然持ちは変わってくるかなとは思います。はい、わかりました。とりあえずお台所は終わりましたので、
台所を下戻しつつ、あの他の水回り全部やっていきますので、はい、お願いします。ほとんどね、油がね、高圧洗浄で粉々になったので回収はできなかったんですけども、やっぱりメインはデロデロ系ですね。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。